よ。アップアップ。ひどいよ。ひどいよ。なんだこれ。ひどいよ。じゃあ行きますよ。はい。三二一。気持ちいいにゃん。ダメだダメだ。ダメだダメだ。ダメだダメだ。ダメじゃないでしょ。はいはいはい、これさ、ブリッと取ったら眉毛一緒に眉毛にお鼻が白岩ちょっとどう、結構知ってんのこれ、見てんのこれは。見てますよ。ガークマスです。ちなみにお前の予想順位、1位誰だと思う？1位は、うん、ラウちゃん。今のプレッシャーダメじゃない？大人のとしてそれありなの？怖い顔されたんだろうな、うん、なんでだと思うの？なんでいいなの？ねねどんは3連覇してるから、うん、今回はダメだと思う。あ、そうそう、つまんないよな、1位になるのな。じゃあビリ誰だと思います？ビリはビリすげえ見てるよ、ノズさんのこと。すごい見てるノズさんのことを。つらってます。そうですね。続いてね、問11、はい、問題がですね、日本のプロ野球のパ・リーグ、パ・リーグありますね。パ・リーグとは何の略でしょうかという問題でございます。最初、こちらはあれ、これはね、これ白井ですね。問い11、パ・リーグは何の略か。はい、こちらです。ザン、パーマネントリーグ。え、だってパーマネント、みんなやっぱパーマしてるイメージ。あのやっぱパリーグのマー君の後ろでみんな パーマネントの人たちが守ってるイメージ。スポーツ見ないからそんなのもう分かんないじゃないですか。なるほどね。パリーグは基本的にはでも分かってほしい問題ですよ。はい、いいですよ白井、大丈夫。白井あれ、うわ泣いてる、 見てください白井ガチで泣いてる。11歳ですよ白井さん、はい、どうですか14歳から見て11歳。若いですね。うん、なんか1と1が並んでる。確かにちょっとなんかそれが懐かしく感じます。1と1が並んでるのを懐かしく感じる。わかりました。え、これですか。え、怖い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 、何？あ、びっくりした。こんにちは。はい、なんかいろいろ告白したいことがあると、はい、来ましたが、はい、はい、ちょっとじゃあ秘密を教えてください。秘密ですか。ドラムを習ってるんですけど、桜学院のマシュマロ色の君とを弾けるようになりました。秘密なんですか。いや、なんかこの前ケンケンさん、あの仰げばと落としの時にケンケンさんに会ったんですよ。その時にあのドラムセットがあって、それでその時にあのまだみんなに言ってなかったから秘密にしてたので秘密のことに書きました。これじゃ言わないんですか。いや、なんか、うん、言った方がいいのかなとも思うんですけど、なんかそんなにうまく弾けなかったらちょっとあれだったので秘密にしておきました。上達したら言いたいなって思います。今年も1位取れて嬉しいです。うわー泣いてる。あ、岡田が取った1位。1位もう一人は白井咲。泣いちゃってやんの。よかった。何なんだよそれ。え、何その涙、嬉しいの悲しいのどっち。嬉しい。アイドルの意外な交友関係を紹介するこちらのコーナー。実はこのアイドルはあのアイドルと仲がいいです。 VTR 東京アイドル TV。